キサルです。今日もね、いつもの山行きますけど、今日はね、やりたいことあるんですよ。群幕みたいなもの、みたいなものというか、まあトラックのね、大型トラックのね、荷台シートなんだけど、もう何年も前にね、破棄するやつをもらったの。結構大きいよ、10メーターぐらいあるのかな。だけどもう切れというかね、ボロ切れというか、もう切れ、布じゃなくてもう切れビリビリボロボロなんだよ。そういうやつもあるし、まあ生き残った綺麗なところもあるんだけどね、そこを継ぎ足してね、ちょっと群幕っぽくしたくてね、ジャンパーホークつけたり、ハトメつけたりね、いろいろしてね、なんとか形になったからね。でもまだこう試し張りしてないからね、今から山行くんだけど、できてなかったらね、どうしよう。まあ なんとでもなるか。行きます。そう。試し張りだけど、でっかいティピー、熱いわ、冷て、これワックとどっち、どのくらい違う？わ、すげえじゃん。ワックのサイズ、ちょっと寝て。ちょっと寝て。サイズ的にだいぶ違う。あ、ワックよりちょっと大きいかも。ちょっと大きい。いいね。縦で行く。うん、あ、横じゃなくて、そうやね。あ、縦のバージョンある、半分半分。あ、いいかもしれないよ。お、これ猿さんは寝るとき横向き、縦向き、あ、丸まって寝る。あ、丸まってなんかスカスカだけど、この防御力は大丈夫か。いやいや、もうそんなの気にしない気にしない。でも多分雨は多分こっちの方がいいだろうな。うん、
ありがとうございました。いいね。頭こすらんよ。これで一晩過ごそう。風邪ひきそう。生きとんのこれ。生きとる。うわ。うわとか言っちゃった。だいぶコンパクトになってきたな。今日は焚き火やっと。今日は焚き火はやらない。テント出たい。でかいけどちょっとこじんまりしてこいつで。お、風来とる来とる。オッケーオッケー。お好み焼き。バドワイザーゼロ。お好み。乾杯。まあ予約も死んでもいいしさ。この場所は一番いいよね。雨降ったら中止で。そう。好き勝手やね。いつまでおってもいいし、いつに来てもいいし。そう。思い立ったら行けばいいでね。思い立ったら、あ、行こうかで。いつものサラダ。しまった、食べちゃった。お彼岸。はい、おめでとうございます。以上。なんとか思ったな。
Sailor in the road. Trader, oh, sailor in the road.